ファイヤーブラザーズの、はい、マジウェイトの曲は、はい、どういう成り行きでやることになったんですか？最初僕がなんか周りに中国人の友達が結構いて、その友達と話してて、なんか中国でかっこいいラッパーいないのってなった時に一番にハイアブラザーズが出てきて、それでインスタグラムフォロー、その時まだなんか全然そんなフォロワーとかもいなくて、ちょっと火つく前だったんでちょっとフォローして、そしたらなんかフォロー返ってきて、でなんか DM してたら一緒に曲やろうよみたいになって、でもすぐ曲作るみたいな流れになりましたね。具体的にヒアダムさんが音を用意して送ってって感じですか？あ、そうです、僕が音を用意して送って、そうです、それで入ってもらったって感じですね。気になるのっていう、はい、曲は自分の中から出てきた、こういう曲にしよう。そうです、僕がなんか聴いてて、なんかフックどうしようかなと思って適当にフリースタイルしてたら、なんかそんなに気になるのって出てきて、なんかいいなみたいな響きいいなみたいになって、それで作って、そうです、だから僕が作りました。それはマジュエのいいところ、はい、ヒアダムさんが魅力的だと思うところってどこですか？まあでも僕が最初そのバース届いた時に一番思ったのは、あ、なんかすごい、その、まあ、彼中国語でラップしてるじゃないですか。でもなんかその中国語ならではのフローとかもちゃんと入ってたりとか、なんかすごい、なんていうんですかね、まあそうです、一番最初に思ったのはそのなんか中国語ならではのフローだなってすごい思って、そこに魅力感じて、まあ、他の曲とかも全部そうなんですけど、まあ乗せ方がちょっと僕はあんまり想像つかない乗せ方だったんで、すごいいいなと思いましたね。